おはようございます。ドリキンです。めっちゃまた寝起きです。っていうのも、もう昨日なんか夜中に急にコムキャストってこっちのインターネットのプロバイダーがネットワークいきなり落ちて、もう家のネットワーク全然使えなくなっちゃって、しかもなんか復旧めちゃくちゃ時間かかって、昨日のこの Vlog 上げられないからすごいやきもきした状態でもうふて寝したんですけど、今起きてそれがもうめっちゃ気になったんで、もう朝6時にメンテ終わるっていうんで焦って起きて、チェックしたら一応ネットワーク復活したんですけど、それでですよ、今もう超絶すでに1時間以上悩んでるんですけど、悩んでる内容は想像に難くない気がするんですけど、このみんなが超絶絶叫している M1 の Mac、 これね、僕が買った MacBook Pro はカスタマイズしてるからまだ届かないんですよね。あと1週間ぐらいで、この Mac mini ならどうも今買えるっぽいです。ストアピックアップ可能って書いてあるんですよね、あのユニオンスクエアのアップルストアに行けば。もう待ちきれないからとりあえず Mac mini 買っちゃおうかと思ってるんですけど、超絶悩ましいのが、ストレージのモデル。もうメモリーはある意味あの テレビに接続するコンピューターになること前提なんで、もう8ギガで、ある意味8ギガのベンチマークにもなるんで、メモリーは8ギガでいいと思うんですけど、ストレージを2ごろにするか512にするかがめちゃくちゃ悩ましいですね。テレビ用に使うセットトップボックスとしてはなんか言えない。テレビ用に使うセットトップボックスとしては2ごろあれば全然十分だと思うんですけど、このしばらくの間ビデオ編集するののレビューとかするには2ごろちょっと足りない気がするんですよね。その一時的なために512で200ドル余分に払うかどうかが今すっごい悩ましくて、まああとなんかある意味一番最小構成でどのくらい現実的に使えるのかっていうテストにもなると思うので、どうしようかなと思って、いやこれちょっと超絶悩みますわ。分かった、ちょっと決めた。これで1日のだいたいストレージ使用量を見てるんですけど、自分の撮った動画日にちごとにだいたいフォルダに入れてるんですが、昨日ちょっとあのオズモポケット長めに撮ったんで、まあ36ギガ、おとといが37、その前が 11.7 とか、まあでもだいたい僕の1日の動画30ギガぐらいデータを消費してて、80、90ギガの日もあったりとか、あとなんかちょっとシネマティック対談とかするとやっぱ191ギガ、200ギガぐらい使うんですよね。多分この2ごろとか512のドライブだと基本的にはデータを外付けに逃がすっていうのがまあいいとは思うんですけど、とはいえこの内蔵の SSD 使わないと本当のうまみとかあのパフォーマンスの快適感は得られないと思うので、そう考えるとやっぱ2ごろはちょっと心もとなすぎますかね。あの MacBook Pro の方はもう2テラにしてるんですけど、やっぱさすがに Mac mini も動画編集に使うこと考えると51にあれば、まあ少なくとも1日のプロジェクトは確実に乗り切るんで、まあそれでもね、毎回1回ごとになんかコピーし直してたりしてたら相当めんどくさいですけど、2ごろはちょっと心もとないですかね。わ、それでこれ Apple Store だったら当日ピックアップできるんですけど、さっきねこの動画撮る前に見てた時は10時の回のここにまあ、アベイラブルウィンドウっていうのがあって、まあ、コロナだからだと思うんですけど15分間間隔で予約して取りに行かないといけないんですけど、さっきまで10時15分っていうのがあったんですけど、気づいたら11時15分が最短になってますね。やばい、あのここのスロットがどんどんあの埋まってっちゃいますね。早く買わないと。やば、リロードしたら12時半になっちゃった。おー危なかった。なんとか購入できました。なんか日本だとメモリ16ギガでストレージも多いやつとかも一応店頭販売あったっぽいんですけど、ちょっとオンラインで見る限りは US は8ギガモデルの2ゴルと512の2択でしたね。店頭でもなんかそこら辺は交換とかできなそうだし、なんか本当受け取るだけって感じになりそうですし、日本の方が選択肢の幅は広そうです。さあとりあえず腹が減っては戦はできませんので、今日も400回混ぜ納豆とだし巻き卵で、そして自家製キムチ、もうこれだけしかなく、もうこれ最後だよね。うん、やば。
和食ご飯いただきます。すげえ、アップルストアでピックアップ購入するときってこのウォレットが送られてきて、このウォレット見せたらもう店頭で受け渡しされるみたいです。さあじゃあちょっとまたオズポケで行きます。てかオズポケの画質やばすぎないですか。昨日ちょっと感動したんですけど、駐車場止めたらいいんだろう。なる地下で。お、結構降ってんな。傘持ってくる。しかも嵐だよ。わあ。嵐のシリコンマック発売日。何今日何なの？シリコンマック発売日。何シリコンマックって？なんかアップル今までもう遅い遅いっつってみんなに文句言われ続けたじゃん。もう Windows みんな使い始めて、ああ確かに、まあ、あのいつまでたっても Mac 早くならないから、うん、したらなんか突然、うん、なんかずっと、うん、あの iPhone とか iPad で作ってたチップをすごい改良してて、うん、突然なんかすげえ早い Mac を出してきて、うん、これで今後はもう文句言わせないみたいな。早いの実際なんかね、今はまだその一番安い Mac mini とか、うん、あの一番安いやつとか、うん、$700ドルぐらいの、うん、今までだって一番遅いけど、うん、安いっていう Mac mini を今回何一番安いところから新しいのを投入してんだけど、うん、今までの一番高いやつより早いらしいよ。それ詐欺じゃねえかでそれで俺もずっと懐疑的になってたんだけど、なんか本当に早いっぽい。じゃ今まで高いのから出た人の気持ちを考えてくれなんかひどくないそれ。そういうとこ家電とかそういうなんか電子機器ってあるよね、うん、そのイノベーション で、うん、でまあそれだけなんかこう、うん、あれなんだよね。もしかしてあのためにもしかして出し惜しみしてたの。いやいやいや、あなたねそんなねみんなねうまいことできないから。あそうなんだ。すげえ苦労してやってんだよね。そんなか使ってる人たち簡単に言うけど作ってる人たち必死だよ。そうなんだ、うん、出し惜しみしてやれたら苦労しないよ。じゃあ、 あのなんかでっかい一番高いやつあんじゃん、うん、あれとどっちが早いの。さすがに今回のやつは値段があれだけど、うん、でもなんかあの iMac Pro ってあのでかいやつあるじゃん。あそうそうそう、それのことあれより早い。あれと同じぐらいらしいよ。なんか、今回のでで多分ショックだね、それ。そうそうそう、それは結構ショックな人が多くて、うん、あのだってすごい高いんでしょあれ。そうそうそう、あれだって50万とか下手したらもっとするでしょ。全部こうカスタマイズしたらでしょ、うんうん、100万近くいくよね。なんか50、正確に覚えてないけど50万ぐらいのやつと今回のその600ドル、699ドルとで、うん、どっこいどっこいらしいとか言って、結構ちょっとかなり食いついてきたんだけど私は、うん、でそれあれなのデスクトップ、それともデスクトップもノートもどっちも、うん、今私が使ってる名前ちょっとあるとはどっちがいいの。自家製 PC と。さすがに今あなたが使ってるやつに比べると遅いと思うけど、でもなんか多分来年とかに出てくるやつはもっと速くなるんじゃないかって予測されて。じゃあそれを買おうかな。私速ければ速いほどいいでしょ。多分今はねまだアドビとかが対応してないから、うん、完全にそのアプリが対応しないといけないから。ただダヴィンチリゾルブが対応してきたから、ちょっと早めに使いたくて。なるほどね。最初のとっかかりぐらい。さすがあれだね、プレゼンもだね。なんでプレゼンもだね。くっついてきたでしょ。
くっついちゃった引っかかった今日何なの何で発表みたいな感じで言ってたの。ママとママと食いついちゃった。このエレベーターすごい、本当にハイスピードだった。知らなかったです。全然違う。うわ結構これ結構降ってますね。大丈夫かな、この微妙な距離が。屋根のあるところで待機できるかな。やばいやばいやばい、めっちゃ足元がびちょびちょ、一瞬で濡れた。もうなんか受け取り列、じゃあここで待たないといけないんだやっぱり。うわおすごい、濡れる濡れる。あここにちゃんとソーシャルディスタンス書いてある。アポイントない人用っぽいな。はい、I wanna just pick up. Okay. All right, and then just that Mac Mini for you, yeah. So it's only available, right? No 16 gigabyte Mac Mini. You know, I have no idea what I have available exactly right now. If you ordered one online and it told you that was the only one, that would be accurate. Okay. But you can ask your specialist when you get inside and they can double check for you. Okay. Just hang tight and we'll get you inside as quickly as we can, okay? Okay, thank you very much. Yeah, of course. Can you guys sit together? Yes. めっちゃ曇ったし濡れた。さすがになんか並んだら入れてくれそうです。ここがもう予約なし人用の列みたいなんで、こんな並べば入れるっぽい。Hi, thanks for waiting. Yeah. Can you just come this way? Okay. And I'll do a temperature check? Yeah. Cool. And then I'll light up against the glass wall. Thank you so much. Temperature. Hi. Hello. 97.2. Thank you. 今度ここに並ぶんだけど、なんか矢印が分かりにくい。ついでに iPhone 売ってないのかな。iPhone 12 Max も欲しいんだけど。準備万端、あとはもう店員さん来るのを待つだけです。 Hey guys, good morning. Hi. How you doing? Pick up. Picking up? Lovely my friend, we're gonna head over to this table, okay? Okay. Just in case, I only found 8GB Mac Mini online. Do you have any like a 16 or other model available? Let me take a look. Okay.But, just in case. You're talking about the RAM, is that right? Yeah. Okay. Would you prefer like a 16? 16 or, and also other SSD size? Sure. It's currently 8GB 512. Yeah, my man, I'm so sorry. We only have just the 8GB of RAM available, as well as like the most SSD would be the 512GB. Oh, really? Yeah. Okay, then I think this is exactly right. And I'm going to scan it one more time. Has 12 Pro Max no available? No, I don't think so. Okay. I could check, okay. But I'm pretty sure we're so sorry. Sorry about that. No, it's all good. And you're Koichi, right? Yes. Good to meet you, I'm Marco. Yeah. Do you mind if I take a look at ID, sure. My man? Oh, yeah.ほんの微妙に。Thank you. ついでに初めて12 Pro Max 触ってますけど、なんか印象めっちゃでかくなった感じに感じるけど、Thank you. そしてなんか分厚く感じる。All right, brother, here we go. Yay. I have the Mac Mini. Yes. And here are the modifications that we got. We have the 8GB of memory RAM.With the 512GB of internal storage. Yeah, yesterday my friend bought in Tokyo, in Japan, because Tokyo, like a time zone, one day ahead. Oh, wow. Okay. Then Tokyo, Tokyo Apple Store has a 16GB model as well. Oh, okay. You said they have the 16GB? Yeah. Oh, wow. That's interesting. Very interesting. So that's why I was also a little wondering. Yeah.We would pretty much, if you would want the 16 gigs to here in the store, you would have to customize it online. Yeah. Right. I already purchased the 13-inch 16 giga, but I couldn't wait. Yeah. So. You're like, gotta have it. Yeah.
Yay. Feels like it gets a little much bigger than previous iPhone. The 12 Pro, it is. Yes, it'll be slightly bigger. And even though, yeah, 12 Pro. I am using 11 Pro now. Gotcha. Yeah, yeah, yeah. Feels a little thicker and big. It'll definitely be like bigger in size. As far as like thickness, I'm not sure how much thicker it'll be compared to the 11 Pro. But screen size is still the same. Yeah, so it's actually going to be very slightly smaller. still no max, still Pro, little still getting bigger. Yeah, so see, because this one was 5.8 inches, right? And then this year's model is 6.1 inch display. Oh, really? Yeah. 0.2 inch bigger. Exactly, yeah. So, barely enough to tell the difference. But, 結構違うね。なんかこれはすごい重い。It's heavy. ちょっと、it gets heavier, much heavier than previous.Oh, that? I'm not sure. Okay. I can absolutely look it up. I can look it later. あの色が new color だ。Yeah, this is the new Pacific Blue. Oh, I see. Mm. Look at that. Thank you. 無事ゲットしたんで早々に帰ります。てか思ったよりも iPhone にちょっとデカさにビビった。デカさと重さにビビったな。これちょっと買い控えるレベルででかかったな。ねえ、いらない。ちょっとね。重すぎたね。さあじゃあ、Apple Pay で払えるらしいので、Apple Pay で行きます。この Face ID 使えないのが、ああ便利。便利だけど、Face ID じゃなくて指紋をなんとかしてほしい本当に。それあれだよ、日本人が和食の美味しいところあるって言って、うん、いやサンフランシスコにはないね一緒だからその感覚だから私は、うん、あ一緒だなと思ってじゃあいいやと思ったでも、うん、それに慣れてない人にとっては十分美味しいんじゃない。いやでもそういう人たちが美味しくないって言ってんだったらそっちの方が味覚は正しいなと思ってまあそうなんだけど全然美味しくすごい完全に日本人の日本食に対してのリアクションと同じだ、うん、一緒だそう。あのチャイナタウンって言ってるけど全然チャイナタウンじゃないよ。なんかリアルじゃないからみたいな。オーセンティックなもの何一つないって言われた。ふう。ということで無事ジャンと無事マックミニ買ってこれました。一応 US 発売日ゲット何のドヤだって感じですけど、じゃあちょっともうまずはサクッと開封してきちゃいましょう。一応今回僕が買ったモデルはメモリーが 8GB、 ストレージが 512GB です。ストレージちょっとめちゃくちゃ悩んだんですけど、さすがに動画編集使うんで512にしました。じゃあ早速久々 Mac 開けんの MacBook Pro 16インチ以来ですけど、じゃじゃんと開けていきます。ズボッツトーンと開けるといきなり箱ぎっしりに本体が詰まってて、ちょっとこれ後で見るとして、その中に紙ペラが一段と薄くなってますね。あれもう今だけステッカーってないの？ステッカーありますね。なんかちょっといつからなのか知らないですけど、白のステッカーが、白のリンゴマークがシルバーになってますね。なんかもうすっかりマックを買ってなかったんで、いつの間にかシルバーになってました。そして電源ケーブル以上です。基本的にこれだけですね。いいっすね、この極限まで少なくて、まあその分値段安いっていうのは正しい。本体は黒いシールがフロントに貼ってあって、すごいな、なんか B
ビローンと剥がすと、フロントじゃないな、フロントじゃなくて背面ですね。剥がすとこんな感じでポートが出てきますね。まあ、電源、有線、有線が今どきあるの何気によくて、 USB-C、 あ、サンダーボルト、サンダーボルト、 HDMI、 USB、 USB みたいな、こんな感じですね。あ、地味に 3.5mm ジャックもある。まあ、ポートはこんな感じ。さあ、僕としては今回ちょっとこんな構成で、もうキーボードとかマウスも何も買わなかったんですけど、まあキーボードはちょっと Windows 用ですけど、このレーザーの白いやつ、白いかっこいいやつのゲーミングキーボードがあるし、まあ、マウスはもうこのバーティカルマウス、最近これ一択で、でディスプレイなんですけど、この C-Force の以前買った、一番直近レビューしたやつじゃなくて、一番最初に買ったやつ、これって Mac だとこの電源も含めて USB-C ケーブル1本でいけるはずなんで、これでつなぐと結構最小構成でめっちゃシンプルなポータブル 4K デスクトップ作れるんじゃないかなと思って、でかつスタンドはですね、これがこれ何気に汎用性めっちゃ高い、以前 3D プリンターで作った、ちょうどサイズ一緒なんですけど Mac mini と、ここにこれめちゃくちゃ完璧じゃないですか。こんな感じでセットアップするとめちゃくちゃシンプルで場所取らないし完璧じゃないですか。そしたらこのネズミさんテーブルに、一時的にこの Mac 環境が構築できます。じゃあということで、サクサクとセットアップ開始しちゃおうと思います。これが本当に、これが作戦通りケーブル1本でディスプレイ繋がったらめっちゃ幸せなんですけど、後ろはもうケーブル3本で HDMI ケーブルなし、この上にこの USB-C ケーブル1本だけで繋いで、でちょっと電源挿してみます。でこれ電源ボタンどこにあるの、あ、純正キーボードじゃないと電源入らない問題、もしかしてこれパワーボタンない問題、あったあった、この角にありました。焦ったよ。いざここにある電源をポチッとな。さあ来い。あ、じゃーん来ましたね。ていうか、なんかジャーンでみんな感動してるけど、そもそもジャーンがなくなったことを僕は知らなかったんですけど、さあ来い来い、頼むぞ、 USB-C ケーブル1本で来てくれ。ダメ、行かない、あ、来た、やったー。これどうですか、 USB-C、 この C-Force のディスプレイが Mac mini に完璧ですよ。 To use English as the main language, press the return key。なんか Windows の方で全部キーボードで操作したくなるけど、マウスが多分まだペアリングできてないんで、今もう早速ダヴィンチリゾルブ、17.1 のベータ版、このシリコンマーク対応のバージョン入れてるんですけど、最初に立ち上がるこのセットアップガイドみたいなプロセスは、これさすがにネイティブ対応してないので、これロゼッタで動いてますね。このアクティビティモニターを見ると、ちょっと裏に回っちゃってますけど、ここでアーキテクチャーっていう項目があって、このアーキテクチャーでインテルで動いてるか、ネイティブで動いてるか、アップルシリコンで動いてるとここがアップルになって、インテルで動いてるとインテルになるんですけど、これ見るとこの最初のこのウィザード画面はエミュレーターで動いてますね。まあこの後が、これもう最初の1回しか使わないんで、まあ、ここにそんなに労力をかける必要はないんですけど、しかしこの Mac mini 環境めっちゃコンパクトで、めっちゃコンパクトな PC、 デスクトップ PC 組んだ感じで、これすごいんですけど、さあ頼みます、ドンと。こっから動くダヴィンチがどっちで来るか、来ましたね。そしてアクティビティモニターを何して見る、この辺のデコーダープロセスはインテルになってるんだけど、
ここ見てください。このちょうど青くハイライトされているところ。夢ではなくダヴィンチリゾルブがアップルシリコンにネイティブ対応で動いてます。あ、面白いですね。この階層表示にすると分かりますけど、これダヴィンチのプロセスの、作っている、まあ、コプロセス、サブプロセスですけど、いくつかのプロセスはもうこれ ML ってマシンラーニング的なやつかな。MTL コンパイラーサービスとか VT エンコーダー、これは動画のエンコードですかね。ここら辺のプロセスは、あと FU スクリプトとかは Apple Silicon Native ですけど、この DP デコーダーっていうプロセスは全部エミュレーターで動いてるっぽいですね。この、 サブプロセスがアーキテクチャまたいでネイティブプロセスとエミュレーションプロセスでプロセス間通信しながら動けるって結構なんかすごい話ですよね。さあ、ということでもうサクサクとダヴィンチ起動までやってまいりました。ちょっとここから環境とか裏でクリエイティブクラウドもインストールしたんで、あとはちょっと環境をもうちょっとだけ作り込んで、今日の動画早速これで編集してみようかな。あと同様に気づいたんですけど、このクリエイティブクラウドのこのアプリも Adobe のクリエイティブクラウドもアプリ自体はここにベータ版って特に何か特殊なインストールしたわけじゃないんですけど、多分インストーラーが勝手に判断してここにベータ版のクリエイティブクラウドアプリをダウンロードしてきて、これもダヴィンチと一緒でこれ自身はすでに Apple Silicon Native になってますね。これがネイティブ化素早くされてるのは素晴らしいです。ただいくつかこのクリエイティブクラウドで動く裏のプロセス Adobe CR デーモンとかCC ライブラリーとか、まあ、シンクはだから、コアシンクって書いてあるけど、結局、動機はあれか、インテルのエミュレーターで、ロゼッタで動いてるんですね。なんかフロントのこの UI の側だけはネイティブ化されてるけど、やっぱりいくつかこう、裏でバックグラウンドで動くプロセスは、インテルでエミュレーションされてるっていう状況なんで、まあでも結構このパターン今後増えるかもしれないですね。まずはフロントエンドの UI をネイティブ化しておいて、裏のプロセスはエミュレーションしておくっていう、このパターンだと一見するとネイティブ化されてるように見えて、実は裏でエミュレーション多くの処理エミュレーションしてるパターンが結構ありそうな気がしますけど、まあでもちょっとまず移行期間はそんな感じで進むのかもしれないですね。ダヴィンチセットアップしててまたちょっと面白いもの見つけましたよ。ダヴィンチの設定画面でどのくらい GPU のメモリー使うかみたいなの設定できる画面があるんですけど、ここ見るとシステムのメモリー全体8ギガなんですけど、やっぱりメモリーコンフィギュレーションでここ8ギガって出てくるんですね。でこっちの下面白いのは GPU コンフィギュレーションの方、これ今オートになってますけど、外すとここに Apple M1 のインテグレーテッドメインディスプレイ GPU って出てくるんですけど、これね、メモリーが 5.3 ギガって出てくるんで、これユニファイドメモリーで、8ギガシステムと CPU と GPU でメモリー共有してますけど、もしかすると GPU は最大でも 5.3 ギガしかアクセスできないみたいな、やっぱ当たり前ですよね。なんか8ギガ全部使っちゃったら何もできなくなっちゃうから、多分本当に 100% 8ギガを CPU と GPU で取り合うことはできなくて、 GPU は 5.3 ギガ使えるっていうことを結果的にここで表示してる気がします。ここの値は特に設定変えたりはできないんで、であとはこれすごいダヴィンチ、あるあるですけど、あ、外れた、危ない。このライブセーブ、とりあえずダヴィンチインストールした直後はこのライブセーブっていう全ての操作を自動セーブしてくれる機能、これをチェックしとかないと。これさえ有効にしてればダヴィンチクラッシュしてもそうそうダメージ受けないんですけど、これがなぜかデフォルトでオフになってるんで、これが確実に保存されてること、さっき一回設定したはずなんだけどな。クリエイティブクラウドのストレージに僕大体 YouTube で編集で使う共有のデータ入れてるんですけど、やっぱつらかったな。このストレージ問題はやっぱり動画に関しては深刻ですね。これ見ると353.9GB もうクリエイティブクラウドで使ってるから、クリエイティブクラウドってオンデマウンド同期みたいなのできないんですよね。ここで同期しちゃうと全てのファイルローカルに持ってきちゃうんで、 350GB 落とされちゃうと512買ったのにほとんど空き容量がクリエイティブクラウドに取られちゃうんで、
これはちょっと無理ですね。同期無理ってことで、いきなりこのサムソンの SSD が活躍しそうです。ちょっと外付けディスプレイに頼らずに本体だけでやりたかったんですけど、クリエイティブクラウドのアセットだけはちょっと SSD から読み込もうかなと思います。画像のデータもこっち入れちゃっても、まあ、問題はないとは思うんですけど、とりあえずクリエイティブクラウドのデータだけこっち入れます。あとはもう基本的にクリエイティブクラウドとダヴィンチリゾルブと、あと一応 Waves のプラグインっていう、あのオーディオの、まあ、ノイズキャンセルとかちょっとノーマライズするプラグインを普段使ってるんで、そこら辺最低限必要なものを今とりあえずダウンロードインストールして、であのファイルを今クリエイティブクラウドとか絶賛ダウンロード中なんで、あと多分裏で、なんて言うんでしたっけMac の用語忘れかけている、あのインデックスしてるじゃないですか、あのなんだっけ、スポットライトのインデックスとかも今作ってると思うんで、ちょっとそこら辺が一通り落ち着くまでにちょっと一個だけ、小話というか、この話はまあ最近もまたしてるんですけど、そもそも僕がもともとこの間松尾さんとの対談でも、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、非常にMac 信者というか Mac 大好きで、本当に、高校生ぐらいの時に初めて Mac 使ってから、まあ本当35歳ぐらい、いや40歳ぐらいになるまでの間に、40歳ぐらいになるまで ずっともう何があっても Mac みたいな、意地でも Windows は使わないみたいな感じだったんですけど、まあ、あの動画このまあ、本当きっかけ多分 YouTube なんですけど、この YouTube で動画編集するようになって、何せ動画をまあ楽しく編集するためには快適にパフォーマンスよく動画が編集できないといけないってことに気づいてから、なんかすごいパフォーマンスにまあこだわるというか、すごい執着するようになって、そうなってくるとやっぱり Mac のパフォーマンスがどうしてもハードウェアとして Windows として比較してみると、どうしてもこのハードウェアのスペックが弱くて、Mac ではまあ我慢しきれないというか、なんか隣により早い環境があるのに、遅い環境で我慢するのがすごい効率が悪いように感じちゃって、まあ Windows をメインで使うようになったんですけど、 Apple ってなんか2つの大きな選択肢があったと思っていて、で1つはもう本当に Windows と同じこの Intel と、まあ、NVIDIA とか AMD の GPU、 今のインテル AMD CPU と、NVIDIA AMD の CPU のこの同じチップセットですよね。 Windows と Mac と同じチップセットだけど、で最新の、まあ、ハードウェアに追いつくっていう、まあ本当にゲーミング PC とかと同じような CPU、GPU を用意するっていうのが一つのやり方で、まあこれはもう本当にハードウェアの勝負なので、まあ同じものを使えば、まあ、ほぼ同じような性能が出せるっていう、まあやり方と、もう一つはそもそもソフトウェアとハードウェアの作り方を変えるっていう、今の CPU、GPU もちろん早いんですけど、これって今ソフトウェアの、まあ、最適化とか効率で考えた時に本当に使いこなしてるかっていうと、結構足回りはなんかそんなに強化してないんだけど、とりあえず馬力だけ増やして直線だけめっちゃ速くなるみたいな、直線番長的なアプローチなんですよね。でも本当はもっとバランスよく、馬力もサスペンションもとか、車で例えると本当に、エンジンだけじゃなくて足回りとかタイヤとかいろいろな総合的なチューニングをすると、実際には馬力はもっと低くてもコーナリング良くなってサーキットでもっと速いスピード出るみたいな、同じでパソコンもやっぱり、単にハードウェアのその CPU、GPU の性能だけガンと上げるんじゃなくて、ソフトウェア、ハードウェア含めてより最適に効率よく動かせるっていう、まあ新しいアーキテクチャに移行して、それでパフォーマンスを稼ぐっていうのも一つの手なんですけど、やっぱり普通に考えたらハードウェアだけ最新に追いついた方が絶対簡単なんですよね。楽に追いつけるんですけど、ただこっちのそのソフトウェア、ハードウェア一から見直して最適化していくっていうのは時間はかかるしリスクもあるけど、うまくいった時のアドバンテージがすごいでかいっていう、だからこのなんか一発ホームラン狙うか
手堅く当てていくっていう感じの、手堅くヒットを打っていくっていう、この2択がアップルの中であった時に、まあ何回か多分 Mac Pro とかでそういうハイエンドのデバイスを作る方向をやってみたんだけど、やっぱりアップルが作るとすごいコスト高くなっちゃって、今の Mac Pro みたいにすごい高くなっちゃうし、やっぱりあのハードウェア、半導体の CPU とか GPU の、 あの新しくなるスピードがあまりにも速すぎて、 Mac の多分こう製品ポリシーとしてしっかりクオリティの高いものをじっくり出していくっていうのに多分合わなくて、しかもそれを、他社にコントロールされるっていう、ペースをコントロールされるっていうのが多分すごいやりにくかったんじゃないかなと思っていて、でもう一個のこのホームラン狙いの、もうアーキテクチャ、ソフトウェア、ハードウェア、アーキテクチャを見直して最適化していくっていう方を、まあ、選んで今回出してきたんだと僕は理解していて、まあそれはね本当になかなかできることじゃないんですけど、でもそれをうまくやるともう完全になんかアドバンテージになるんで、実際それがこうやって見て、まあ初物のエントリーモデルの M1 チップでこれだけ動くっていうのは、これはねかなりやっぱりアップル素晴らしいなと思って、ちょっとワクワクしている感じです。今回僕はなんかやっぱりいち早くレビューしたいなというか、自分で使ってこの凄さを体感したいなと思ったのは、やっぱりベンチマークの結果とか、まあいろんな人のレビューとかとても参考にはなるんですけど、やっぱり最終的にはそのパフォーマンスって数値だけでは出なくて、特にビデオ編集とかも単になんか書き出しが早いとか、単に何かこう、まあ、なんかこう手ブレ補正の処理かけた時のその処理時間が短いとか、それも重要なんですけど、その手触り感としてタイムラインとかをこう行き来行き来前後に動かした時にどのくらい追従していくかみたいな、それってまあベンチマークで出なくもないんですけど、やっぱりなんていうんですかね、そのレスポンスの良さってなかなか数値化しづらいところがあって、そこら辺の感覚、あと文字入力した時に変換のなんかもたつきがないかみたいなのも、そういうのって意外と何でしょう、ベンチでは早いけど体感で使ってみると意外とこうレスポンス悪いみたいな、おっとってなったりするのっていうのが、まあやっぱり最後は自分の判断をしてみたいと、最後はそこはもう自分が触ってみないとどこで納得できるかっていうのが分かんないんで、ちょっと今回もう我慢しきれなくてまずは Mac mini を買ってしまったっていう、そういう経緯ですね。で、あともう一つはやっぱり結構 Mac を使ってて、従来 Mac を使っていて、今回 Apple Silicon の Mac を使った時に早く感じるっていうのと、僕みたいに結構バリバリのゲーミング PC で結構ものすごいあの CPU も GPU もなんかハイエンドの今手に入る本当に一般に手に届く、まあ最高レベルのパフォーマンスの CPU とか GPU を普段使っている僕が、あともう一つ僕の観点としてはやっぱり普段から、あともう一つ僕の興味を持ってたのは、結構普段 Mac を使っていて、従来の Mac を使っていてシリコン Mac を使った時に早く感じるっていう感覚と、僕みたいに結構バリバリのゲーミング PC を使ってて、もう本当に18コア36スレッドとか、あと NVIDIA の RTX2090 とか、まあちょっとまだ2080か、まだ3090が全然手に入らないんですけど、RTX の2080Ti とか使っているみたいな、バリバリのゲーミング PC ユーザーがこのシリコン Mac を使った時にパフォーマンスどう感じるのかっていうのは、意外とやっぱレビューないような気がしていて、まあそもそも Mac と従来の Mac と Mac の今回のシリコン Mac の比較は比較なんかそういうちょっとこう、まあなんていうんですかね、隣のプラットフォームではありますけど、まあ、そういうちょっとその、まあ、尖ったゲーミング PC を使っている、本当にそのバリバリ、ハードウェアを最新にして使っているユーザーから見た時にシリコン Mac がどのくらい速く感じるのかとか、速くなってるのかっていうのは非常に興味深かったんで、そこら辺もなかなか結構 Mac ユーザーは Mac ユーザーはどうしても Mac 好きなんで、結構 Mac の世界の中での、まあ、速さの、
まあレビューになりがちだと思うので、まあ、そこら辺もこの、僕が感じたことを、まあ、そこら辺もちょっと自分としては、バリューちょっと違う視点で、レビューできるといいなと思って、Mac mini とりあえずまずは Mac mini ゲットしてみましたということで、なんか画面が消えたけど、もうちょっとだけダウンロードかかりそうなんで、もうしばらくセットアップ続けます。ちょっともう今日はだいぶ長くなっちゃったんで、実際明日以降またダヴィンチ使ってどんな感じになってるのか、このシリコンマックのパフォーマンスなどの感想を継続してレビューしていきたいなと思ってます。とりあえずセットアップ編ということで、今日のところはご了承ください。そして散財日記なんで、ぜひ明日もまた見ていただければと思います。よろしくお願いします。 Yeah, it's such a clapClap